こんににちは聞くを楽に変える慶長教育課の岩松正文です今回のテーマは「ニュアンスが大事」ということで今回は「傾聴」で取り扱う言葉についてのお話なんですけれども傾聴ではよく「気持ちを聞いて気持ちの応答をしましょう」って言いますけどもじゃあ「気持ちって何なの?」っていうところが曖昧だとちゃんと応答ができないですよねですので実際に聞き取って応答する言葉どんな言葉なのかそこのポイントについてのお話をしていきたいと思います このようにこのチャンネルでは、傾聴についての深い話をしていきますので、よろしかったらチャンネル登録をしてください。それでは、いきましょう。ニュアンスが大事。ということでですね、傾聴では気持ちを聞きましょうというふうに言いますで。気持ちって言われると、まず真っ先に皆さんの頭の中に思い浮かぶのが、直接的に気持ちを表すワード、形容詞で表せされるような言葉っていうのは、パッと思いつく方が多いのではないでしょうか。例えば、嬉しいとか、楽しいとか、悲しいとか。 そういうういいい気持ちののワードっていうのは非常に聞き取りやすいですでよね。実際カウンセリングなんかを学び始めた方の初期の方っていうのはこういう気持ちを聞き取ろうということでね嬉しいんですね悲しいんですね困ったんですねみたいなねこういう繰り返しされている方いると思うんですけれども、まあ、これは傾聴の入り口としてはそれで OK なわけです。 ところが永遠にそれを繰り返してても全然形状力が深まっていかないわけですよね。いやそれはなぜかっていうと形容詞っていうのは気持ちの中のほんの一部分ではでしかなくて他にも重要な気持ちを表すワードっていうのがたくさんあるからってことです。では実際にどんなものが気持ちを表す他のワードとしてあるかそれがこちらにあります。意味や価値を表すような気持ちのワードあるいはニュアンスを表すような気持ちのワードこんなものもあります。 で、今回はですねその中からですね、えー、特にこのニュアンスを表す気持ちのワードって何なのって話をしていきたいと思いますでまずですねこの形容詞と意味や価値を表すニュアンスを表すようなワードこれちょっと境目が曖昧なところもあるんですけれどもこの比率で先に言うとですねまずこっちの方が圧倒的に多いんですねで私の感覚ざっくりとした感覚だと形容詞で表されるような気持ちを表すワードっていうのは、まあ、全体の10%あるかないかぐらいかなと それよりもですね意味や価値を表すような気持ちのワードっていうのが全体の90%ぐらいを占めていくこんな感じなんですね。そうするとですねまあ、先ほど言った通り形容詞を表で表せられるような気持ちのワードばっかり繰り返ししてても残りの90%ちゃんと応答できてなかったらやっぱり聞かれてて物足りないし違和感を持ってくるっていうのはこれはまあ,ある程度当然のことかなというふうにお分かりいただけると思います。 じゃあ、ニュアンスっていうのは何っていうことでこれ私自身が捉えてるニュアンスを言葉にしてみたものなんですけどもこちらに書いてみました。ニュアンスとは表現されている言葉の端々から理解できる話し手の感じ方の違いということでね、えー、とその人自身が言葉で表現されているここがまず一つポイントですね。 表現されてないけどもその人の中にある気持ちっていうのも実際には存在しますよね。そういうもののことをよくエッセンスって言います。エッセンスこれは本当に深い深いですね。レベル5の傾聴。傾聴やってる人が一番最後たどり着きたい。 山で言えばエベレストの頂上、これがレベル5の傾聴なんですけども、言葉尻ではない世界っていうのも傾聴には確かにあります。しかしですね、言葉すらちゃんと取り扱えない、言葉に出てくる気持ちをまずね、ちゃんと聞き取れるようにならないとその先はないわけです。 えー、例えばね、まあ、エベレスト登れる方であれば、もちろんその手前で富士山登れるぐらいじゃないと、エベレストには当然登れないでしょうし、えー、富士山に登れるぐらいの人であればですねふ、えー、富士山を目指す人であれば、その手前の高尾山は当然余裕で登れなきゃいけないわけですね。えー、つまり、形容詞の繰り返しっていうのは、まあ、高尾山だったり、大阪だったら天保山だったりっていうね。 まあ、天王さんはものすごく低いですけれどもそういう形でですね、あのー、レベルというのがありましてそれぞれをちゃんとクリアしていきながら自分の課題をクリアしていきながら成長していかなきゃいけないのでね、いきなりエベレストの点を、ね、目指して言葉尻関係ない世界に行きますというわけにはなかなかいかないわけですね。はいでまあ、それはちょっとともかくとしてとにかくニュアンスというのは表現されている言葉の端々から理解できる話し手の感じ方の違いと。 いうこここととでですねここに例文をちょっ上げてみました簡単なものですけどもね本当にざっくりとした例なんですけどもご覧ください「それはありますね」と「それはあるね」という表現それから「それもある」そして「それがある」これそれぞれについてどういう違いがあると思いますかとこういうことなんですよね簡単に言うと「それはあるね」って言ったらまさに自分が思ってたこととぴったりのその一つ一番大事な ああ重要なものがね、えー、優先順位が高いものがああ分かったときに分かってもらえたときにそれはあるねっていうふうに言うような気がしませんかと。これシチュエーションによって変わりますけどもね。で、それもあるねって言われたら、それもあるねって言われたらどうですかね。 むしろ自分が一番大事に思っていることとは別の意見を言われた時に、まあ、確かにそれもあるねだけどみたいな形でですね優先順位的には、まあ、低い方がこうなんかこうこちらがね応答して繰り返しとかした時に返ってくる答えとしては「それもありますね」気付いたというよりは「まあ、そっちじゃないんだけど」なんていう思いが含まれている場合もあるかもしれませんね最後「それがある」それがある」これもドンピシャですね「えー、それがある」 それがあるその一点だけが自分は心配なんだとそれが問題だというふうに、ね、認識しているみたいな形で「それがあるんだよ」と言われるとまさにねもうそこだけよ自分は言いたかったとだから「それはある」になるとあの何、ー、ですかねいくつか可能性あるけど優先順位が高いものについて言われた時に「それはあるね」っていうふうに言う,か言う気がしますけど「それがある」っていうふうに言われるとですねまさにそれですね。 こちらが今例えば伝え返しとか繰り返しして、でそれはそれがあるんだよって言われたらね、まさに相手とピッタンコで意思疎通ができた時なんかはそれがあるっていうような気がしますよね。つまり形容詞じゃない、気持ちを表すやの表現、これは別にあの助詞だからとか福祉だからとか品詞でわかるものではないんですけれども、でも言葉の中にね、その品種として説明できるものも中に含まれてくるわけです。そうするとそれはあるとそれもあるとそれがある。 これって全然違うってことが分かればちゃんと気持ちを聞き取れるわけですけどもそこまでこれをご覧いただいているあなたは気にしながら人の話聞いてるでしょうかそう言われるとちょっと自信がないっていう方いるかもしれないんですけどもねでも逆の立場に立ってちょっと思い返してみてほしいんです過去の自分と誰かとのやり取りをそうすると自分が何気なく無意識に発している言葉なので自分で 話してる最中にこれに気づくことってあまりないかもしれませんけれども相手から返された言葉によってあれなんかそういうことを言いたいのとちょっと違うんだよな何が違うのかはっきり言えないけどなんかちょっとこの人には分かってもらえてないうまく通じてないような感じがするそっちじゃないんだよなってなんとなく漠然とモヤモヤ感じることってないでしょうか私しょっちゅうありますねでそれが 話してる方の人って無意識に自分の言葉を使ってるものですからどこがずれてるのかってはっきりわからないわけですところが私みたいなちょっとね傾聴の返事みたいな人ですね相手の手に応派一つ取ってもいやそれじゃないってそんなつまらないところでねほんの手に応派一つずらす必要がないわけですよそこでそれはあるねとそれもあるねじゃ全然意味が違うわけですからねそれを分かってくれないその程度のことも分かってくれないともう話す気なくなってくるんですよね うん、だから話してる方から応答ーーしてもらえないからはっきり言ってくださいなんてねどこが違うかはっきり言ってくださいなんて言っても分かってくれないわけですだから逆に聞き側の方は丁寧に丁寧に相手が言った言葉を一言一句違わずちゃんと聞き取り応答できる練習っていうのはまずしないとね それを会話の中で全部応答するかどうかは別の話ですけども練習としては全部応答できるようにちゃんと聞き取りして応答するとインプットとアウトプットこれワンセットですからね聞き取りしてね頭で分かったつもりでも必要なタイミングで必要な言葉がポンと出てこなければいけないわけですから聞き取ったら出す聞き取ったら出すってことをできるだけ正確にすべてできるように練習するっていうのはとても大事なことなんですね。 でこんな風にね、まあ、いろんな練習方法あるとは思うんですけれども私自身は言葉をちゃんと丁寧に取り扱いをできるようになってから、まあ、形をねまたこのエッセンスの方に崩していくっていうのはあるじゃないかなと思うんですけども、まあ、言葉をちゃんと取取りり扱えるるように聞き取りアウトトプットするだけでもも正直言ってものすごく時間かかかったりすするんですねだから皆さん、まあ、それが大変だったりするとついつい自分の形にすぐ崩したがるんですけどもそうっと型が崩れてしまってただの型なし形状になってしまいますので私としてはお勧めしたくないということなんですね。今回の お話は参考になったでしょうか。参考になった方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次の収録でお目にかかりましょう。